三重県玉城町にまちきゅ。平坦な土地を生かし農業が盛んな玉城町。ふるさと味工房アグリは地元で育った野菜や果物などがずらっと並ぶ産直販売所です。こちらの目玉商品が玉城豚は三重県のブランド豚。本当に柔らかく臭みがなくジューシー。サミットの折に玉城豚が提供された。そう、町で育った玉城豚が有名で、店内にはさまざまな部位の豚肉が豊富に並んでいたり手作りのソーセージやハムも揃っています。さらにビーフジャーキーならぬポークジャーキーまで。アグリでは豚を使った商品をなんと50種類以上取り扱っているんです。その中でもの代わりにこのブランドの玉城豚を入れたというのが皆さんに好評を得ております。玉城豚を使った斬新なグルメが人気なんだそうです。まちきゅ。ここでクイズです。人気の玉城豚グルメ、どういったアレンジをしているのでしょうか。 A. たこ焼き風、 B. 天むす風。美味しい玉城豚を使ったグルメはどっち。三重県玉城町で有名なブランド豚、玉城豚。ちょっと変わった玉城豚グルメとは一体。正解は A、 たこ焼き風です。約2センチ弱ほどの豚のバラの方を入れさせていただいております。施設名アグリの名前から取ってアグリ焼きと呼ばれる豚が入ったたこ焼き風グルメ。とろとろの生地の中にはブランド豚玉城豚がごろり。弾力がしっかり残っているので噛めば噛むほど豚の甘みがじゅわっと広がります。生地は出汁で味付け済みなのでソースなどをかけずに食べるのがおすすめ。また違った玉城豚の楽しみ方をしていただいておるのかなと思ってます。ちなみに普通のたこ焼きもありますが人気の方は、あぐり焼きと言いたいところなんですが、タコも人気になっております。トントンで豚だけに、はい